接の洋服屋さんが浅草にあるという、若干緊張しております。 T かっけえ、俺が俺に惚れるみたいな、このなんかもう一個私なんかこれ羽織ってみればみたいな。次の春夏になっちゃうんですけど、あ、ジャケットですかこれ。もう今度は2ピースやるよっていうので、おお、2本で襟を7ミリ、8ミリステッチこれ。あ、結構、あ、ほんと2本入ってる。だこれが1920年代今もう1、こっちしか入ってなくて7ミリ、8ミリみたいな浅はかなね、あの軽い猫パンチ打ちましたけど2本です。素晴らしい。だから今こんな2本ステッチ通してる、表ステッチは全部2本でいってるから。くわー、でダーツも入ってるし、おお。で裏地で使ってるのはイギリス軍のエスケープマップ使うよ。うわうわ、これはどっちかというとアメリカ寄りですか。ですね、サックスーツみたいな、このなんかストーンっていう感じで、そうですね、ウエストグッドで三つボタンが今史上短い中、いやそう長くしてるよ。でパンツも1920年代のモチーフだから、ベルトループがこういうのってないじゃないですか。うわで角度も箱ポケをやっぱ角度つけるっていうのは、ね、今やらない。すげえなこれ。で生地は TC 使ってるから、だけど1920年代 TC って何ですか。 TC って生地のことなんですけど、はい、ポリエスターの T、はい、コットンの C、 配合は何パー、65の35。あ、いいバランス。そうでやっぱりこれが60年代ぐらいから出始めた TC クロスってのがあって、60年代その6535のこういう生地があったんです。あったんです60年代に。60年代です。だから1920年代の縫製だから時代背景に60年代の生地に乗っけてアップデートしましたっていうことをやりたかった。で春夏に僕これやりたいから、春夏って脱ぎ着多いじゃないですか、バッグなんか入れたいじゃないですか、じゃもうシワになっても大丈夫だしみたいな、それが TC。 すげえな。これオリーブ、オリーブですね。絶妙な色っすねこれ。これ何色展開するの。1色しかない。だからもうこの色だと思う。僕はもうどれにするって嫌なんですよ、買うか買わないか。うわ、まさにこのアリサンボさんの時の迷ってどうするみたいな。これはね、何色も用意するとお客も悩むから。そう、俺も悩むから。だからこれで例えばネイビーとチャコールとこれあったら、うわどうしようみたいな。だからもう春夏は俺これしかないんですよ。だから男が来て、どれどうするの、買うの買わないの。勉強になりますね。で結局例えばこれ3色展開してても、最終的に一番袖通してクローゼットの残るの1つだったりするんですよね、洋服って。へえ、これサイズはこれで M かな。あ、これちょっと、いやめっちゃかっこいいこれ。おお、きれい。今2本ってほんと市場探しても出てこないと思うんですよ。しかもぴったりじゃないですか、自分で言うなって感じ。この色やべえなこれ。これでもこういうなんか軍物っぽい色、いいですよね、軍物っぽくていいんですかねこれ、このオリーブってかなんていうか、このちょっとくすんでグレーも入ったようなグリーンっていうか、でシャキシャキ、これ今何人も試着してるけど全然シワできてないじゃないですか、はい、だからそこがもう TC の良さだ。これでもっとシワとシラが増えたらちゃんとしたテーラー生地。でもこれも若干馴染んできて自然な感じもいいですよね。すげえこれ。でもこのラペルの幅も肩がちょっと後ろに行ってる感じも。そうですね、だから姿勢よく見えるんですよ。これいつ世の中に出るんですか。これは5月に入るから欲しい人手を挙げといて。で、裏がこの地図が。そうですね、イギリス軍だけがエスケープマップをレイオン100で作ってるんですよ。それで支給してるんですよ。エスケープマップって何ですか。要は相手の敵地行くわけですよ、はい、戦いに、はい、相手の敵地行って見つかったら捕虜されちゃうじゃん。捕まっちゃいますもんね、でイギリス軍がレイオン100で使ってた理由は、いや隠れながら地図を開くわけですよ、はいはいはい、広げても音がしないように。うわ、紙とかだったら音ひどかったらカサカサして誰だってなっちゃうから、じゃあこっそりこう、そうレイオン、これでエロ本作ったら親にバレない。使えないんだよな、もうちょっと守るってやるから。やっぱり僕服を好きな方が一番大好きで、この幅とかね、こういうところどんだけ好きかっていう情熱がこう出るんですよね、この角度とかに。それに気づいて、これなんでこうなってるんですかって、この時はもう別に自然に興味持てばいいんです。別にもう知らなかったら知らないものを教えてくださいって言って聞いて、それが面白ければもっと深掘りしてってヴィンテージにも行っていいし、いろんなこう道しるべがいろいろ出てくるし、もう語ってるんですよね、この柄とかこの生地とか、そういうことですよね。
いやー素晴らしいな。洋服屋だけ、洋服屋が洋服屋だけ喋って終わりつつ時代も終わったし。そうですよね。やっぱ時代背景喋って、このこれなんて言えば、何ジャケットって言うんですか。バスターキートンって喜劇用みたいな。あ、聞いたことあります。キートンジャケット。キートンジャケット、キートンジャケットと、これどっちにしたらいいですか。それもね、あの野暮なこと聞きません、塚本さん。野暮なこと聞きません。自分のこれ独り言ですね、ここからね。でここね、稲穂キャッツは今日いないですよね。キャッツいない。僕実はあの歴史部大好き。あ、本当ですか。じゃあこれ縄文、これ縄文土器、こっち縄文土器としましょう。こっち弥生土器としましょうね。どっちも、どっちにしようかな、これ。どっちも好き。これどっちも好きですね、多分ね。そういう時はね、これちょっと一回考えた方がいいんで、慌てない慌てない。一休さんに相談して、ちょっとホッピーでも飲んでこうかな。笑っちゃう。一休さんに相談だ。ちょっと考えてこよう。ホッピーでも飲みながら。よし。よし。よし。ホッピーどっちだっけ？こっち？なんかやっぱ洋服を愛する方は素晴らしいですね。ここがあれですね、アニ散歩でも紹介したあの捕鯨船。あ、大将いる。あ、大将じゃないや、船長いる。ちょっと挨拶行ってみましょうか。あの先日取材させていただいたお礼にちょっと。あ、すみません、仕込みのところ。あ、カメラ大丈夫ですか。大丈夫です。あ、カメラ大丈夫。船長。船長です。この間あのアニ散歩でお世話になった船長。あ、今あの捕鯨船、夕方からですからね。バカ野郎。これが本物のバカ野郎ですね。これは本物です。もう一つは、はい、俺が浅草だ。いいですね。今日まだ仕込み中ですもんね。仕込み中。本当はここで飲んで撮影できるといいですけどね。またありがとうございます。あ、写真もじゃあ、船長写真もいいですか。おい、一緒に。どうぞどうぞどうぞ。これが浅草スタイル。生姜持ってしょうがねえなって、うん、船長、生姜でしょうがねえな。あんた123って言うんだよ、はい、バロー。もう本当、船長は浅草のレジェンドです。突然これガチで、事前アポ取ってません。缶詰。いやこれね、船長のインパクトすごいんですよ、これ。で、これが、ホッピー通り、有名なホッピー通りですね。ね、浅草といえば、しょうちゃんね、ここね。フォルツァスタイルっていう、フォルツァスタイルっていう、フォルツァスタイル。フォルタ。フォルタ、フォルタ、フォルタ、はい。なんか男酒場放浪記みたいな感じになってますかね。ありがとうございました。ありがとうございます。いい酒飲んでください。ありがとうございました。フォルツァスタイルアニ散歩、誰も知らなくてもこうやってね、酒と酒で魂と魂のグルーヴが合えば、翔ちゃん最高。ビールを注いで、あの高倉健さんがですね、幸せの頃なんか違う、まあ、映画であの出所してきてビールを飲む仲介でシーンがあるんですけど、それやります。もう何年ぶりに飲むビールなんですか。ご飯ちゃわね。これが高倉です。名刺、これ YouTube であのやると出てきますね。翔ちゃんといえばこれです。最高でしょこれ、いただきます。まずは豆腐から、ね、ちょい肉、ね、肉を豆腐にバウンド、バウンド、バウンド。溶けるわこれ。あー、うめえ。いやー、なんか見えてきたぞ俺。もう一回ね、いいのね、塚本さんにもう一回聞いようかな。これ一までちょうだまだ。もう一回だけ。ちょっと、すぐ戻ってくるんで。大丈夫だよね、まだ。大丈夫です。ちょっと。